今日の夜には動画上がってるよ。あ、もう今日夜にはこれはもう完全に上げる予定。野球選手だってことは載せちゃっていいんですか。これはやめてくれてたの。全然いいですよ。大した野球選手じゃないで。そうだな。そりゃそうだよ。あれか。あれしないといけない。カメラバイクにして。左手引っ込めていただきましょう。助かります。マツコは本当にもでしょ。店にいる間に急にもう作っちゃいたいじゃん。嬉しいこと言ってくれるですね。そんなに編集ってサクサクできるもん。30分もうでき30分でできるようになりました。あの短いやつ。リーチです。はい、一枚切ってよかった。リーチ。どっ、速はない、リーチ赤、白髪2000点です。1枚です。やった、いや、上がりたかった。ごめんなさい、すいません。今難しい、一応ワンチャンスなんだよ。いや、完璧でした。ただ、親割れ、ね、これ気にしないでしょ。プリテンは全部オープンですよね。オープン。ピンキリの方がいいんじゃないかな。もういいの。温度を維持するときは開けなきゃだめ。あ、はい。気をつけないと。温度を開けないと、ちょんぼくなちゃんと商売してるなと思って。ちゃんとね、ちゃんと商売してる。今はパワハラでちゃんと商売してる。ちょっといいのかな。これはリーチってやつだ。リーチ。さ、延長ケア。これさ、ね、そういうことだよもんね。アルコールの。親戚ケア。一旦。トス。よえ。わかんないもん、ちょっと。六。いやー、なるほど。一パー。誘発した話じゃん。一パー。6000点1枚です。これは良かったと。こういうことよ。やっておこう。積もってないよ。積もってないよ。ちちまち。そうだね。でもさ、割れ目じゃん。いや、あのペーさんの1位は死ぬ。あー、確かに先にドラッグとかあって、あ、
ドラッグちゃった感じですか。リーチです。これオープンしましょう。なんだ、ウパビ周り通奏です。3から9は上位互換。サンキュー、シャカリス、モールとやっぱ同じくせ出てるね、リボー忘れてる。あ、そうだ、僕もマジで忘れるよ。シャカです。まずい、逃げられる。これもしかしてさ、場合によっちゃリズムを取れた、開けるんだ。これは開けないでいきましょうかね。そう、分離いつもピンフつきそう。裏マンガンです。2400は4500オール3枚です。抵抗はさすがに使わない。抵抗マンガン使わない。はい、マンガンの、リボコミですね。4500です。はい、3枚です。あー、ごめん、ここ1枚ですね。私割れ目じゃない。ただ3ペース。ありがとうございます。そうですね。そうですね。アイたちの声を聞かないと。ああ、いいこと聞きました。なんか、やっぱ、何事にもちょっと、プロでやる、やめてる方っていうのはなんか。相かぶられてるんだ、完全に。言葉の一言一言の重みが違う。本当ですか。俺のやつ言ってんだけど、早い声が。だからもう煽りにしか聞けない。今年がね。一応これ何でも聞いて。なんだって？ドラは4枚やん。積もってもよかったのかなと思うな。さすがに。これさすがに山の中で。三平の裏切りある。僕裏中でもないです。やっぱそれでいいんですね。三平の裏切りケアだなこれは。おっと泣ける配信な。うっかりローンなんかやだもん。なるほど。やらなきゃいけないことあるよね。あるね。うっかりローンを警戒したのか。結局こっちで。流してくれないんだから出た、ずるいよその考え方は。消去でいこう。あ、それに見せちゃうと僕が泣かないって言ってがこれだ、それだけでしょ。うわー、それはさすがに泣くをハイプロです。あ、そういうことか。そうしかないでしょ。あ、納得した。うっかりうっかりのパターン。それは思ったけど、そうです、プリーズもチートイドラ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 、バイマンの2枚です。バイマンドラ8000オールですね。トップが消えれば大体ね、1人取れないかと。あ、これリャンゾーでも何でも上がれるやつ。ゾンバ終了しました。ゾンバに入ります。ゾンバに上がる。あ、そうか、タイプいらねえよ。難しい。でも多分純正もある。純正ないや。産業以上説明できないじゃないですか。なんて言ったらいいか分かんないよ。上がるときにリアハン必要だよっていう一言で終わりだもん。それがいないんだもん。遠隔だと難しいなって思うけど、アタリアンだったらそんなじゃん。アタリアンがちょっと、まあ、どっちにどっちか上がれないハイとか出てくるから、
アガリアン苦手ですね、私。ここの一番最初に来た時、今白マイティーを一番最初に出た時、はいはい、とあと名古屋のお店でどっちもちょんぼした。すっかり忘れちゃう。見るの？あ、そか、そっちか、ビッシ間違えたっすね。間違えたのお前、よっぴんじゃん。やばい、三択結構、家探し、麻雀、タトゥーショップだから、ね、割れてない、全然割れてない、行こう。マッセさん、普通だけはダメでしょう。家探しじゃないワンタイムネックピース、でも赤ペイ、裏っぽく3000、6000、甘いです2000バックやっぱいいのがいいよ3枚家賃の厳しいね切り遅れた1個。これ大体通る。これは。スリスリです。スリスリです。クロススイカ。スリスリです。いけるね。オープニングでしたよね、あれ。そう。通ります。1から5まで。インディオです。はダメ。2の。1から5まで。はこれは積もりません。ちょっともう一足赤トラペイ変わんないよ、うん、5+16ハネマン12000と6枚と2枚で8枚、違う、もう一枚9枚、何も聞いてないけど、きてえなオーラス、もう1枚ぐらい赤裏。赤裏。なるほど。なるほど。ね、あれだけ。嘘だったっすね。輝いてた。だめだ。点数的にやっぱね、点数申告。まだまだ。結構やっぱ間に出た赤って忘れやすい。なるほど。入ってた。何でた？何でた？それはテルマス。これはできるね。何先だね。何先ですね。各ドライチ2400円ですね。はい。スプーンもなさそう。次はなし。スプーンなし。これ800だ。1万点引けばいいってやつだもんね。こんまいじゃない。いや、まだ分かんない。いろんなゲーム。
なんか横になってる人いない？うん、え、あ、俺割れてない。いや、割れてる。フライ行こう。リーチ。あれ、これが来たら、とりあえず1枚。はい。面瓶族赤。だんな。リーチ、瓶族赤。えら。南岸の2枚です。3枚です。あ、違うわ。ありがとうございます。多分5枚だ。いいことで。1枚です。投げたかったツモです。やるね。利息ツモドラドラ4000は40008000の2枚です。先発もらいます。こういうのが受け取れるんだろうな。先にこう、こっち側に先手を置いてくれる。大久保ではほぼなるけど、なんかありました。あのこっち側に8000点置いてくれたじゃないですか。あ、はい。で、1000点をすぐ渡せる状態にしてくれる。あー、なるほど。自分の手段ですね。地面に置かれてる。どっちからしてか分かんないよ。いいそう。いいそう。ちょっと思っちゃった。これ構想力が問われるね。構想力リーチ。これ切っとけってやつだよね。構想力リーチなの。そうだよね。何も考えずに喋ってたんでヒントでも何でもない。いや、でも分かんないもんね。いい作でも上がって。アンガン258と数学は2枚です。258。はい。2枚。手張りリーチ見える。なんとも言えないの、だいぶ難しいよ。永遠のからですね。手です。そうだね。俺はすぐ取れるから歩きなきゃいけない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。そういうこともあります。いやね。いや、わかります。わかっていただけてるのか。はい、何にもわかってないです。あ、なるほど。これはもう。一旦ね。一旦。そう。ターン。一旦。ワンターン、キュー。私も、トロンだったんですよ、そのメンドンで。スタン
シンバルの3、シンと2番当たりそう。いや、見たことない、あれはない。ガンバに入ります。うん、だった、だから、そこまでかなり追んでなかった。打点というか、勉強まで。3000バックになっちゃう。これはトップ狙えるね。トップ狙えるよ俺。トップ狙えるな、簡単だ。あー簡単だ。あ、今私に勝負で入ってたから。勝負だったんすか。いやー、まあ3個でやってもらったら上がれる。ピーチ持ち3個に行くだけですが、3個でね、これがいいっすね。そうなんですね。多分こう。青です。イナズマの使い手が。イナズマだ。青です。イナズマの。気がでいい。すごいって。トルネードリーチカレー、トルピアリーチ。いやー、割れてることに関するね、デメリットは私にはない。そうなんですよ。首切りリーチなんで。首切りリーチ、首切りリーチですもんね。ハレマン首切れるから分かった。一旦ね、僕も大人なんで。僕切りますよ。これは切っちゃうんですか。うん、切るからちょっと大人しくしてください。いける、いけるね。ちょっとだけ安全な方。6、ダメか、こっちだよ。2枚ですね。即赤で済みます、はい、2枚何もなし。26、これ切るのってありますか。あ、でもはい、スパイではない。本当にない、書いてないか。次に繋がるっす。ああ、あれが最善ってなった。結果的には。俺が親だ。そうですね。俺が親。俺が親。いいとこ見たいっすよね。いいとこ見たいっすよね。いいとこ掘りたいっすよ。掘りたいっすよね。じゃあリーチだ。これリーチだ。これダブリーだ。ナイスだ。一発消し。一発消し。したくない。だってアンパイ2枚持ってんだもん。で、流れてくる範囲が。そうです。ダブリーズも青、赤。4ソウルです。はい。1枚です。動画になります。やべき。
頑張れば飛ばせる。リーチオープン。サドルストーカービィ。やるね。あれ振りたくないの。サドルストーパーク。サドルストーパーク。やるね。え？飛べた。なんてこった。なんてこった。いい得つも。三増等しかった。赤。四目出す。満貫の4枚、もしかして8000、2000バックでお願いします。はい、500バックでの4枚。はい、いいね。ナイスナイスオープン。そうですよ。あぶねえ、悔しい。わあ、踏ん張ってない。先にこういうとこから引っ掛けにやったらとか。それはアンコラなんか、そっちの種目でも先発じゃないんだな。これが、あいつだよ。いけねえな。白4枚ってことは、白4枚ってことは、白4枚ってことは、あ、止まった。今日あれだ、誰も、あれだ。割れてないやつだ。そう。やっぱりやくない。リーチ白が通ります。 やばくない。あれフォゴファルコンスピードがあるくせに報酬が痛いゲーム。なんかきついな。ファルコンピーチ、何ですか。勝敗が振りに行くもクソもねえじゃねえかよ。報酬がもうめちゃくちゃ痛いじゃないですか、これ。シャーです。転回転シャーです。ゲームってなんか、スピード感あるけど、やっぱ上がりが偉い。報酬がそんなに悪じゃないみたいな、これバランスがちょっといいのかなと思うんですけど。じゃあ、これはそのバランスがちょっと崩れてるという。崩れてそうな気がするんですよ。うん、押せないもん。そうです、押せない、その通りだと思います。ね、通るんだよ、絶対。知ってた？そんだけ手が早いはずなのに押せない、うん。押しちゃいけない場面が多いっていうのが、ストレスが溜まる。あ、なるほど。ストレスね。ストレス。これさ、ストレスもないじゃん。もうないじゃん。こういうことが起こり得るんだ。そうなんだよ。何これ？押せないもんね。うん。何これが通ってれば本当にテンパってるって言ってたよ。勝ってたよこれ。これはさすがにルッリーチホワイト、リーチホワイト2016キロ。ダメリーチして全然ダメ。いいそう。まあそういうことでしょ。そう、狭いんだよあんな。仕事帰り。それは限界
点でビーチモーションでした。オープンしようかどうか迷ったっていうモーションでした。男の子は黙ってオープンリーチじゃないんですか。オープンリーチですか。ああ、なるほど。オープンが成功。そうです。B ソックスも。ほら、ほら。オープンか。裏か。裏位置かこれは。はい。羽根九にこれ。羽根九？はい。九枚なの？ランバに入ります。それでいろいろと。かましてくるぐらいで腕前になってる方だったから、はい、ちょっと見抜かれましたか。見抜かれちゃいます。早すぎるリーチだから打たれちゃう。そういうことね。私なりにちょっといろいろと迷った末のもう勉強なんですね。勉強の向きは僕も大体明けなんかな。出上がり9番に出せないですね。すぐ死にながら明けなさそう。そうだよね。そうなんだよね。そうなんだよ。そうなんだよ。そうなんだよ。のいい判断。完璧。行ってないなんて言ってませんから。降りたなんて言ってません。トイタなんて言ってませんおっぱい強打が学ばれるとは思わないですけど、何でも苦渋の選択的な話とは矛盾がするどけよ私どうだろう、難しいですか、うん、あ、そういうこと時やってるんだよ。これ何切ったの？こうか。スランコーだよな。でこうだ。こうだ。どっちかだ。オッケー。納得。このままじゃむずくね。私もだいぶいっぱい授業料払ってきました。授業料これ高いっすね。だいぶ払う。簡単なマンションなんてないんだよ。間違いない。おっしゃる通りです。だからだいぶ回収できるようになってきました。本当ですか。え？しょうがないですね。簡単だよこのマンション。曲げて積もる。うん、そう正解。正解。正解だ。なぜ安牌がなくなる。先生したとき。難しいな。何かないぞ。あれ切って、これ入って、リーチつって。どっちの方が、どっちの方が安全なのよ。ね、わかんないだろ。あ、すぐ引っ張ることないかな。ここも置くか。振った方が安い。安くねえよ。安いよ。リッチ。ロン。あれ当たるだろうね。当たるのはきっとダメだよ。メンピン4。ああ、これで1回。いけ。はい、戻すんだから。一番に入る。はい。一番に入る。悔しい。何だっけが、魔法と天山と天山どっかに行かんとそうだ、ね、あれ、ワンプレーンスだと思う、もう終わりか、
本なやつ本を巻く構えとするんだったら、やっぱり内側ありだと思うけど、座布団じゃないもんね。座布団だね。座布団だったら俺、座布団だったら俺、で、面前でなんかリーチをしたいなと思っちゃう。そう。スモドラさん4000オール。こんな。すばく。俺割れそうなんだ。来た。言ったら来るんだよ、お前だって。そういうこと。見られるの、なんかあれだな、緊張するな。こういうのとかってさ、っていうのはどうなのかっていうのはすごい興味深いところになったという調べさせてもらいます。ブロック数だと思うので、ちょっと私も詳しく覚えてないですが、2巡目に1ピン来て、これは最高位だ、先切りするんだよみたいなこと。あれか、あれはブロック数で1ピン切りが正しいのかどうか。ミスです。え、あれイーピン切りじゃないの？1、3、4、5、9ってやってるんだ。4、え、そのだってこうサンパーピンサブロースは違うですよね。あ、わかんない、すごいです、見てない、もらってないから、あれじゃない、サンパーピンサブロースは、あー、それか、はい、それじゃない、そういう曲だった、それか1、3ともその前の曲でしょ、前の曲だ、これはミスですね、やっぱそうなんだ、こうだ、そう、そういうこと。ちょっと泣かせ。一瞬思っちゃったんだけど。そのチューンは下手でしょうよ。あなた。こういう音は泣かせ入れだろ。そう、泣かせ入れ。泣かせ入れ、そういうこと。こういうこと。リーチ。うん。うまい。まあ、大変でしょ。リーチ聞こえてました。リーチなんですけど、苦しいんですよ。OK です。値上がりの方が美味しいから。変な打ツモです。リズモイベコ赤赤赤オモ36000のは、はい、の1人ですか、3枚です、はい、あ、1本枚です、1人5です、これトップまだ見える、まだまだ晴れどころは私にとってはちょっと言っとくいだよ、なさって実は何外食まで来てる、あれはね、条件残らなかった、助かったペペですよ、あれ、裏位置乗せられませんか、どうだ、ね、一服じゃない、対戦ありがとうございます。タイヤリミテン。タイヤリミテン。おーい。はい。
こういうのとか取るもんね。受け入れます。サイレンが鳴ってるわ。中身かないうちに。こうだね。間違ってるなんて言わせないよ。あれもしかして俺リーチ棒出したから羽直で小さかな。羽直条件。条件設定差だったから。うん、そうですね。振られちゃう。ああ、これはぬるいリーチ棒出した。羽直。羽直。羽直ってことは？リーチ。ハネチョクってことだよね。あとは何、どっちを切るかなんだよ。マイナス10。で、ちょん切っちゃえば。短期しちゃう？会話していこう。リーチです。なるほど。オープンです。ね、ザパ。ザッパ。サンパルス。サンパルス。いいんですよ。点は足りてるんですか。速で打つと。速で打つと。会社違い。裏条件。速で積もると。速で積もると。チュンです。あとはもう裏裏ですね。残したら大丈夫です。お隣。全然点取んないこれ。はい。リーチ3、やられた。今予選8000の2枚。8000点の2枚、はい、